こんにちは、サーチンです。今回狙うのはこちら。カメラマンが1500円ぐらい使って1個撮れたやつということで、500円8プレイやっていきましょう。実はね、秘策をね、教えてなかったんですよ。何？そう、そんなのがあるんですか？あるんですよ、あるんです。で、これの狙い目としては、ちょっとね、右にずらしていきたい。あわよくば、なるほど。むずくないですか？いけるいけるいける。むずいと思うからむずいんですよ。今の1回を反省を踏まえて、はい、焦げ目のあるトーストは今までないですからね。なるほどね。で、先ほどのプレイを見ていたら、下に食い込まなければ結構動くんですよね。そうですね。はいはいはい、いい感じいい感じ、うん、これが2回目いきますよと。ああそうだそうだ、いいぞ。ほい、これでね、極力よし、いいね。右にやりたい。うん、ちょっと来たね。ちょっとだ。あ、分かった。お、分かりました。今からスペシャルなことしますよ。はい、スペシャル。何？ファイナル？ファイナル違います。よし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 。滑らせる。そうそうそう。で、これ結構動きましたよね。もっと右にやりたいんですよ、僕は。あ、いいね。ここが一番右っすね。これでどうでしょうか。よし、いったー。これは熱い。おしよ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 し。右から落としていくスタイル。なるほど。まだ終わってないです。今気づきましたよ。今気づいたんですか。はい、今気づいた。残り3回で様子見、これが一番ね、右なんだよね。で、ちょっと裏を狙います。左に来ないでほしいんだよね。でも大丈夫。よしよし、残り2回前、落ち着いてファイナルアタック。ペロリ。どうだカメラマン、うまい。これが3球だ。もう一発狙いで持ち上げるの狙いですか。そうですね、そうなりますね。これね、これが最後。おお、これもね、こういう感じですね。はい、というわけでいかがだったでしょうか。500円8プレイ、見事ね、サドチンさん500円で取ることができました。開けていきましょう。目玉焼き厚切りトースト、オレンジクポ。オレンジポコだった。オレンジポコっていうメーカーですか。本当わかんないです。もじゃもじゃか、これ王なのか。もじゃもじゃクラブじゃない。なんか真っ黒クロス系みたいな。もじゃもじゃしてます。いただきます。おお、はいはいはい、こういうスタイルなの。これありますよね、ペタペタのやつ。ガチャガチャで出るやつじゃないですか。はいはい。で、パン、そこそこ、中級ですか。中級の低反発ですか。いや、でもいいんじゃないですか。綺麗なふんわり感じゃないですか。うん、焼き目。焼き目がどうしたんですか。焼き目めっちゃリアルじゃないですか。そう、焼きたての香りもついてますよ。ほんとだ、ちょっと焼きたての香り、匂い嗅いでください。あー、なんかちょっと鉛筆の香りっぽい。鉛筆ベース、焦げ、あ、なるほどね、焦げ感ですね。はい、読んでおしますね。というわけで以上、目玉焼きスクイーズパン UFO キャッチでした。ぜひみんなもやってみていかがでしょうか。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。